はい。それでは、ジェネルックオーラル ID とは何かを始めていきます、えー。私は普段はオーディオのプログラムを書いたりですとか、えー、電子楽器を作ったりをしております。まあ、オーディオの開発者の目線で、えー、ゲームや VR、あるいはポスプロの方なんかにも有益な話ができればというふうに思っております。お付き合いください。本日は、えー、HRTF とソファーと、あと HRTF の個人性、あとオーラル ID、 最後に簡単なデモをしようと思っています。まず最初に HRTF と SOFAR です。HRTF とは、えー、ずばり周囲の音がどのようにして左右の耳に届くのかというのを表したものになります。日本語だと東部,で東部伝達関数というふうに呼ばれ、ヘッドリレーテッドトランスファーファンクションの頭文字を略して HRTF というふうに呼ばれます。 具体的にはですね、えー、両耳に音が届く時の、えー、左右の時間差であったりだとかあとは頭部や磁界、えー、耳,耳の外側のところですねの影響で生じた周波数特性の変化っていうものを指していますで私たちはこの HRTF の情報をもとに音の方向を認識しているとされて、えー、これを疑似的に作ったりなんかができたりすると、えー、バイノーラル音源 であったりだとかまあヘッドホンでも立体的な音場を作るということができるわけですで。バイノーラル音源の制作手法には大まかに2種類ありまして、えー、この写真のような、えー、ダミーヘッドマイクを用いた録音とあとは、えー、HRTF 情報を応用した、えー、バイノーラルプロセッシングというものがあります。でダミーヘッドマイクはこの写真にあるような、えー、人の 頭部をししたマイクもしくは上半身まで模したようななマイクになりますでこの左右の、えー、耳の中に、えー、それぞれマイクが取り付けられておりダミーヘッドの、えー、HRTF 情報込みの登録をすることができます。対して後者のバイノーラルプロセッシングを用いた、えー、アプローチですと、えー、普通の一般的なマイクで収録した音源だったりだとかあとは LINE の音源、まあ、ソフトウェアシンセサイザーなんかも含めて まあ、一般的な音源に対してデジタル信号処理でもって、えー、HRTF 情報を付加しバイノーラル化を行う手法になります。でオーラル ID であるだとか、えー、ソファーファイルを用いたアプローチというのはこの後者の、えー、バイノーラルプロセッシングの手法になります。HRTF の測定方法にも軽く触れますと無、えー、教室内でインパルスという、まあ、極めて短い 瞬間のパンっていうような音を収録します。で、その波形は、えー、HRIR、えー。これは頭部インパルス音というふうに呼ばれます。で、さまなうんと、ここにも、えー、スピーカー例がありますように、さまざまな場所から、えー、インパルスを測定して、えー、その音源位置に対応した HRIR を対応に収録することで持って HRTF。 の測定を行っています。ちょっと今、えー、HRTF と HRIR っていう言葉が、えー、入り乱れてきたので、えー、簡単に説明しますと、HRTF、東部伝達関数は周波数領域で、えー、表した、えー、音の方向に関する情報。で、HRIR ですが、これは東部インパルス音。 ですね。日本語ですと。これは時間領域、つまり私たちが普段扱っているような音の波形、時間軸に沿った音の波形というふうになっています。で、これらは同じデータの見方を変えたものになります。ただ、周波数領域で見るか、えー、時間領域で見るかというような形のものです。具体的には、えー、っと、一般的な、えー、横軸が時間軸の これが波形ですね。パンっていう音を取ったときに、その音を、えーまあ、WAB ファイル的に記録したものになります。で、真ん中のこの青い丸が音源の位置を表していて、えー、今、えー、これは上から見たところですので、頭に対してちょうど真向かいに音源がある。で、それが耳の高さにあって、それを頭周りをぐるっと一周するようなビジュアライズになります。で、こちらが左耳。 こちらが右耳の音になります。こうして音源の位置が変化すると、えー、波形の山が前後したりだとかあと単純に音量が変わったりということをしています。で、えー、見ていただきたいのが波形の山の位置も変わっているということですね。こうやって前後してるっていうことは、えー、左右の耳に到達するまでの時間差が現れているということです。 耳に近いときは波形が近づき、逆に今遠ざかっているときは、ここは波形はぐーっと後ろの方に下がって遅れていることがここからわかります。えー、対して HRTF は HRIR をフリー変換などで周波数解析したものになります。で先ほどと違いまして、横軸が今周波数軸になっています。周波数解析した結果です。で、2000Hz から 11kHz ぐらいまでで表示をしています。で、真ん中は相変わらず音源の位置を上から見た状態になっています。えー、先ほどと同じように、えー、周波数特性の山と谷が、えー、音源位置によって変化しているということがわかります。えー、まとめますと、HRTF は周波数領域。 HRIR は時間領域の見方をしているということになります。しかしながらですね、HRIR、時間領域のデータであっても、ひっくるめて HRTF というふうに呼ばれがちではあるんですけれども、まあ、わざわざ HRIR と呼ぶときは、時間領域を意識してほしいんだなと思ってもらえれば十分です。で次にソファーの説明をします。 s o f a は、えー、HRTF などの空間思考音響データを保存するためのファイル形式になります。そして、えー、AS によってすでに標準化されたフォーマットです。まあ、基本的には、えー、空間思考音響データを保持するためのファイル形式とは言ったんですけれども、まあ、HRTF 用のファイル形式という認識でもま構いません。 で、ソファーが保持するデータですが、えー、例えば、様々な測定点から記録した HRIR を保存する場合を考えます。ただ、大量に HRIR を保存すればいいわけではなくて、えー、どこの音源位置からインパルスを鳴らした時の応答であるのかであるだとか、えーサンプル、サンプルレートなんかのメタデータなんかも一緒に保存する必要があります。それ以外には、ここの 座標形を XYZ で表しているのか、それとも球面、えー、座標形なんかで表しているのかであったりだとか、えー、そのソファーデータを扱うにあたってのライセンスに関する情報なんかも記録する必要があります。で、これらを統一された形式で、かつ1ファイルで保存することができるというのが、えー、ソファーになります。ですね、えー、ソファー作成前の まあちょっとこんな辛いことがありましたっていうまあ話なんですけど例えばソファーがない時はえ丸大学はテキストファイルで HRTF を保存していますでファイル名にアジマスこれは水平角ですねあとエレベーションっていうふうに書いてあるので、えー、おそらく9面座標形で書いているんだろうただ音源位置の距離なんかはここからは読み取ることができません もしかしたらサンプルレートは 48kHz かもしれませんし 96kHz かもしれませんその情報がもしかしたらテキストファイルの中に書いてあるかもしれないしまた別の書類に書いてあるかもしれませんで測定点が1000あったとしたらこのファイルが1000個あるというような状態になりそうです対してバツ大学は WAV ファイルで保存をしていますファイル名は えー、味、角度、えー、レベ、角度、えー、被験者名、日付みたいな感じで書かれています。まあ、命名規則も違いますし、先ほどはテキストファイルだったのに対して、えー、この大学は WAV ファイルと保存している。で、それ以外にメタデータがわからないっていう情報、えー、状態は同じなわけです。 で対して、えー、三角大学はファイル名からは行格しかわからないですね。えー、これは CSV ファイルで保存されていました。というような感じで、ソファー策定前にはこんな問題がありました。保存方法がバラバラであったりだとか、えー、情報を抜き出すために前処理が必要である。だとか、えー、大量のファイルを扱って、えー、保存をしていた。 でこれらを十分に把握している専門家しか扱えないという問題がありましたそれがソファーの策定によって扱いやすくなったことで例えばゲームの開発者であるだとか、えー、一般のコンシューマーあとは音楽制作者なんかにも扱える可能性が出てきましたで以上がソファーの概要になりますでユーザーとしてですねソファーファイルを使うだけであれば以上の認識で 大丈夫なんですけれども、えー、今日は開発をされている方もご覧になっているかと思いますので、詳細をもう少しだけお話しします。s o f はですね、NetCDF4 というファイル形式に基づいています。また NetCDF4 は h d f ファイルというファイル形式に基づいています。NetCDF4 だったりだとか、えー、HDF5 気象衛星のデータの配信であるだとか、まあ、気象系、あとは宇宙系の、えー、情報を保存するのによく保存されている、えー、ファイル形式になっています。で、これは1つのファイルの中に、えー、ファイルシステムがあるような感じになっていて、まあ、たくさんの情報を階層的に扱えるというようなものですね。で、えー、効率的な圧縮であるだとか、えー、読み書きの速さというのも特徴になっています。 ソファーはその仕組みを応用して、えー、大量の情報を1ファイルで扱うというような仕組みをとっています。つまりですね、えー、裏返せば、えー、ソファーは NetCDF4 に独自の拡張子が付いたものというふうに見なせます。つまり NetCDF4 や HDF5 が扱えるライブラリーであるだとかソフトを用いるとソファーのファイルを、えー、扱うことができます。今日は、えー、っと、 えー、プログラミング言語であるだとか Python とか C、C++、m a t l a b j u l i a なんかで扱うことができるんですが、えー、ちょっとお手軽な GUI で確認ができるソフト Panoply というビューアーが便利なので紹介します Panoply、えー、NASA が作っているソフトらしくてですね、えー、この画像を見るだけでもアメリカの大陸が映ってて、まあ、気象なんかのデータ を見るために作ったんだろうなということがわかります。パノプライ使うとですね。こんな感じで HRIR のプロットをしたりですとか、えー、今これは赤色のが左耳で、えー、青色のが右耳で、えー、とまあ音源位置でずっと変わっていってるのを美容化しているような感じですね。 先ほどよりもなんかその音源位置によってその左右の耳の時間差とか音量差っていうのがオーバーレイしているので分かりやすいかもしれません。でこういった HRIR のプロットであったりだとかメタデータを確認することができます。この中には音源位置であるだとかサンプルレート座標形単位ライセンスなどの情報が含まれています。実際にパノプライを使ってソファファイルの 情報を見てみようと思いますはいではこれから、えー、パナプライが立ち上がりましたのでソファーファイルを読んでいきます、えー、ファイルを開きまして、まあ、ちょっと拡張子が違いますのでその旨をパナプライに分かってもらうために、えー、どんなファイルも読み込めるようにしますでこれが私のソファーファイルですでこうやって開きますとですね えー、今ちょっと見づらいかもしれないんですけども、この辺りに、えー、HRIR がそれぞれ、えー、1024サンプルで記録されているであるだとか、測定点が836点あるであるだとか、えー、ここには単位形、これはメーターで書いてありますよであるだとか、えー、直行座標系 XYZ で表す座標系で、えー、音源位置、 なんかは書かれていますよとか、そういった情報がわかります。で、この中で、今、d a t i r のところに hrir が保存されていますので、それをちょっとプロットしてみます。はい、えー、っと、パノプライの機能を使って hrir をプロットします。こんな感じですね。えー、それぞれの L と R の HRIR が836点それぞれ記録されているというような形になります。音源位置を今こうやって手動で変化させていったりだとか、左耳と右耳を切り替えたりなんかをしています。これがまあ大量に保存されているのがソファーファイルということになります。で、それ以外にはですね、えー、っと、 データのサンプリングレートがいくつだとか、えー、音源の位置がどこにあるだとか、えー、まあちょっとこれは当たり前なんですけど、リスナーの耳が2つあるとか、まあそういったことが書かれている、そういったことが仕様として決まっています。で、スライドに戻ります。えー、パナプラ以外にもですね、ソファー用の えー、ライブラリーがありまして、えー、サイクリング74の MAX であれば、ソファ 4MAX だとか、えー、イルカムが開発しているスパッドで扱うことができます。で、ブラウザで動く Web ソファーであったりだとか、C 言語や Python 用のライブラリーもあります。で、えー、ちゃんとそれらは NetCDF4 から、えー、ちょっとソファー用にいい感じにラップされたようなものがすでに準備されています。 また VST プラグインではですね、えー、スパルタであるだとかノイズメーカーズといったソファーが読み込めるものがすでにあります。続いて、えー、HRTF の個人性についてです。バイノーラルの、えー、音質のありがちな不満といいますか、そういったものでよくこんなものがあります。前後を取り違えてしまったりですとか、えー、まあ、右前にあるのか、右後ろにあるのか、 がちょっとわかりづらかったりだとか、えー、まあ高さが上にあるのか下にあるのかとかがちょっとわかりづらかったり。あと、後方だったらまあ音はうまく定義してくれるんだけれども、前方に関してはなんとなく額に張り付いてしまってるような、そんな感じで聞こえてしまって、えー、距離感が出ないっていうふうに感じた人もいるんじゃないかなと思います。で、HRTF はですね、例えば、 両耳間の距離によっても変化します。音は1ミリ秒、1分の1秒で3センチちょっとしか進みませんので、例えば僕の両耳間の距離が今これぐらいですけど、その距離が違えば左右の時間差の出方っていうのも変わってくるわけです。また右のこちらのダミーヘッドのように、彫、ま、り、あの深い顔立ちであれば反射で周波数特性が変わったりっていうことが起きるわけです。 特にアジア系の人ですと、えー、丸顔の人が多いですので、えー、こういった、まあ、ちょっとヨーロッパ系のおもなかな人とは両耳間の、えー、距離からそもそも違うということがあり得ます。また男性、女性であれば頭の大きさも変わってきますので、えー、そういったところで大きく変わり得るということですね。で、これから典型的な日本人の成人男性2人、 の hrtf を比較してみようと思います、はいえー、これが、えー、ですね、サイクリング74のマックス上で私が作ったソファーファイルを比較するための、えー、環境なんですけれども、えー、赤色の、えー、ソファーファイルが、えーまあ、私のソファーファイルになりますで、青色のが、まあ、私とほぼ体格の変わらない、まあ、典型的な日本人の成人男性 のソファーファァーイルを表示していますで、えっ、ー、とですね、ここの緑の丸が先ほどと同じような感じで音源の位置を表しています。で、ここが人ですね。で、これは今、あの、人を上の方から見たような状態にあって、まあ、ちょうど真向かいに音源位置があって、それが耳の周り、耳の高さでもって頭の周りをぐるっと回るていうような状況を左耳、右耳でそれぞれ見れるようになっています。 今行角は0度つまり耳の高さで音源位置を回してみますまあこういった感じで例えばこういうところですがあ体格もそんなに変わらないで顔立ちもそんなに変わらないような人であっても周波数特性っていうのは まあ、例えば今ここら辺は、えー、5dB とか 10dB 程度しか変わりませんが、えー、こういったところを見ると、まあ、10dB とかひどいところだと 20dB 以上異なっているということがありえますこういった、えーまあ、今こういったところの他人になる周波数の現れ方であったりだとか、まあ、大まかなところを言うと、まあ、近いかなと 思えるところもあるんですけれどもまあそんなに見た目の変わらない人であってもこれぐらい変わり得るっていうことが分かりますまたこれは耳の高さですけれども、えー、ちょっと音源位置が耳より高い行革がついた状態でもって評価すると結構大きく変わってきます今ちょうど行革が柔道ですのでまあ 耳よりちょっと高いところで、えー、音がぐるっと回っているような状態になります。量角を30度に変えてみます。今度は逆に量角をマイナス10度、つまり下側ですね。で回るように。 なっていまますすをを度で表示をしますといった感じで、えー、そんなに見た目の変わらないような人であっても、えー、周波数特性を確認すると20デシベル以上違うとかそういうことがざらにある。 ということがわかります、はい、つまりまとめますと、えー、HRTF は指紋なんかと同じように極めて個人性の高い情報であるまた全ての人にとって最適な魔法の HRTF みたいなものは多分ないではどうするかというと個人に最適化された、えー、なるべく自分にぴったりの HRTF を入手したいというふうに思うわけです そうですね端的に言えばこれまで自分の HRTF の情報を、えー、知るためには、えー、無教室でスピーカーアレイを組んで、えー、それぞれインパルス音をたくさん鳴らして、まあ、長時間とまた労力をかけて測定するかもしくは MRI だとか CT を用いて測定した頭部の 3D モデルから、えーまあ、シミュレーションで求めるかという2通りしか なかったわけです、まあ、これはどちらもとても気軽にできるようなものではないわけですね。で長い導入になりましたけれども、ここからオラル ID についてです。でオラル ID とは、えー、個人に最適化された HRTF を作成するサービスになります。で測定方法は、えー、スマートフォンで頭部や上半身を撮影する、それだけになります。 えっと、えー、オーラル ID の登録をしたらですね、スマホで頭部、あと外耳、上半身を撮影し、えー、アップロードをします。すると、えー、ジェネリックのサーバー上で、えー、3D モデルが作られて、そこから HRTF のシミュレーションが行われます。そうすると、ユーザーは、えー、その結果のソファーファイルをダウンロードすることができます。で、オーラル ID の撮影はこんな感じになっています。 まあ前の方からスマートフォンの動画を撮影しながらぐるーっと回って耳のところを舐めるようにぐーっとよく撮影して後ろから回って反対側の耳もぐるーっと詳細に動画で記録しますで正面に戻ってきて終了でこのスマートフォンの動画をジェネリックのサーバー上にアップロードするとそこから動画から 3D のモデルが生成されて その 3D モデルを使って、えー、HRTF をシミュレーションで計算するというような形になります。でこれがサーバー上でこのような 3D モデルが作られるそうです。でこういった感じで、えーあのまあ、これが頭部と、まあ、上半身肩を含んだ 3D モデルなんですが、えー、次回の部分は特にあの点数が 多いことでも分かりますように特に詳細な 3D モデルが作られているようです。でこの 3D モデルを用いて、えー、HRTF を計算上でシミュレーションを行って計算する。でその結果がソファーファイルとしてユーザーはダウンロードできるとういうようなサービスになります。でオーラル ID のソファーファイルですが、えー 44.1kHz、48kHz 44.、96kHz 48 96のサンプルレート違いの3つのファイル、ソファーファイルが作られます。そして各測定点は836点ありますで。ポスプロ関係の方だったりだとかはサンプルレート違いで用意されているっていうのは嬉しいんじゃないでしょうか。でオラル ID の用途としてはですね、ゲームや VR であったりだとか、まあ、VR の まあ、うん新たな音表現。もしくは、えー、サラウンドミックスのヘッドホンモニタリングなんかにぴったりなんじゃないかと思います。そしてこれは、えー、オーラル ID のシミュレーションがどれだけ正確なのかの、えー、検証とのことです。先ほどの 3D モデルを 3D プリンターを用いて実物材に出力して、 教室で、えー、この 3D プリントしたダミーヘッドの、えー、HRTF を測定することでシミュレーション上の HRTF と比較をしようというようなものです。こういった感じですね。結構成功に作られています。そしてその結果ですが、えー、青色がシミュレーション、つまりまあ、 にユーザーオーラル ID のユーザーが、えー、ダウンロードできる状態の HRTF。で、このオレンジ色の線が、えー、3D プリントのダミーヘッドの実測の HRTF のデータになります。で、まあオレンジの実測のそうですね、データは周波数得点若干ガタガタしてますけど、まあ 3D プリントの素材であったりだとか質に関する問題じゃないかなというふうに思います。まあ 一般的な樹脂みたいなもので作られていますので人間の肌とはまあ特性が違ってもまあ不思議そんなに不思議なことではないかなと思います、まあ、それを踏まえて考えてもですね結構ここら辺の谷になっているところの一致具合はなかなかよくできているんじゃないかなというふうに思います、まあ、これは高い精度でシミュレーションが行われているということですね 次に、えー、サイクリング74の MAX 上でソファーファイルを実際に扱う方法です。でソファーファイルを MAX で読み込むには、サードパーティー製のエクスターナルオブジェクトが必要になります。でソファー、えーフォマックスとスパッドがソファーファイルの読み込みに現時点で対応しています。また、えーっとですね、ソファー自体の読み込み自体をしないものの、えー、HRTF の情報を畳み込み、 するためには、えー、必須ツールスっていうのが便利です。これらを順番にご紹介します。最初にソファー 4MAX です。これはソファーの読み込みに特化した最もシンプルにソファーを扱う方法になります。ソファーのファイルを HRIR、うん、としてバッファーチルダーオブジェクトに読み込むことができます。しかしながらまあソファーファイルを読み込むだけで畳み込みなんかをする 機能は提供されていないので、まあ、必須ルスなんかを使って自分で実装する必要があります。対して SPAT は、えー、フランスのイルカムが開発している歴史のあるエクスターナルオブジェクト集なんですがこれは空間音響表現全般のためのエクスターナルオブジェクト集になります。ソファーに特化したソファ 4MAX ス。 とは対照的で、まあ、ソファーには直接関係ないサラウンドパンニングであるだとか、まあ、アンビソニックだとかそういった機能がたくさん入っています。まあ、イルカムスパッドは使いこなせれば強力なんですけれども、まあ、歴史があって特にオブジェクトが膨大にあるものですので慣れるまでにちょっと時間がかかるかもしれません。で必須ルス 特にその中の、えー、マルチコンボリューブチルダオブジェクトは動作の軽いコンボルバーで、えー、大量の HRIR を、えー、畳み込んでバイノーラル化したいっていうときに非常に便利です、まあ。これは単純に畳み込みをするだけですね。そして、えー、手前ミスになりますが、えー、ステレオの WAV ファイルをバイノーラル化して再生するパッチ、MAX パッチ、s o f a バイノーラルプレイヤーを配布しています。 内部ではですね、s o f a 4 m a x と必須ツールス、また IM e プラグインスイートというアンビソニック用の VST プラグインを使用して作られています。で、ダウンロードリンクはですね、えー、ミュージックエコシステム様のウェブサイトの中の記事の、えー、バイノーラル再生とソファーがもたらす未来っていう、こういった記事を私が書いたんですけれども、この中に、えー、ソファーバイノーラルプレイヤーのダウンロードリンクが。 ありますのでぜひ遊んでみてください、はいえー、ソファーバイノーラルプレイヤーが立ち上がりました、えー、先ほども言いましたようにこの中では、えー、ソファー 4MAX とヒスツールスあとそれに加えて、えー、ここに映っている、えー、アンビソニック用のプラグインですね VST プラグイン の IN プラグインスイートの中のシンプルデコーダーとステレオエンコーダーを使用しています。そしてここにドロップソファーヒアというふうに書いてありますが、この中にソファーファイルをドラッグドロップします。そして適当なステレオの WAB ファイルを、えー、ドロップオーディオ、ドロップオーディオファイルヒアって書いてあるところに、えー、置いて再生を始めます。 そしてステレオエンコーダーを用いてこの音源位置を動かしていきます。で先ほど、えー、スペクトルを比べたもう一方の、えー、日本人の典型的な成人男性のソファーファイルがありますのでそれに切り替えてみます。 のソファーサイズに切り替えてみます結構音質が違うと思いますわかりやすいようにちょっと音源位置を動かしてもう一度切り替えてみますはい、切り替えました まあどれもあの典型的な、まあ、日本人の成人男性になるんですけれども結構違うっていうことが分かったんじゃないかと思います、はい、ではリーパーのプ、えー、ロジェクトを立ち上げましたそして、えー、今こちらに立ち上がっているスパルタのアンビビーン オーラル ID で作られた、えー、ケマーのソファーファイルが使われるようになっていますここにソファーファイルをたくさん読み込んでいますので、えー、まず私のに切り替えてみようと思います、えー、モノラルの環境音の録音ですが、えー、これは i m のルームエンコーダーという、えー、VST プラグインを介して、えー、モノラルから3ンジのアンビソニックに変換されています で、3G のアンビソニックに変換されたものが、スパルタのアンビビンに入力されて、バイノーラル出力されているというような流れになっています。 かったのに切り替えます。 さらにもう一方のに切り替えました。 えとまあちょっとした公園で撮ったような木々の擦れる音の録音を私のソファーファイルで聞いてみます。 次にもう一とかたのに切り替えますまたソファーファイルを切り替えます。 次にアンビソニックの録音ですね雨音の録音になりますがそれを1回再生しています またソファーファイルを切り替えます。 次にもう一方のに切り替えます。 えー、チェロのアンサンサブルを聞い,てもらいますで、ここでですね、えっと、定位感っていう問題もあるんですけど、えっと、HRTF っていうのは、その周波数特性が大きくもう波打ってるようなものですので、もちろんあの、音質に与える影響が非常にそもそも大きいものです。なので、えっとまあ、定位感とは別に、えっと、音楽に対して不自然なフィルターがかかったような風に聞こえていないかだとか、そういった情報をまた、 重要なわけですねそういったところも含めて聞いていただければと思います またソファーファイルを切り替えます。 そして最後にもう一個ソファーファイルを切り替えます。 もうまあ音源の移動の仕方は一緒ではないですけれども、結構違う風に聞こえたんじゃないかなという風うに思います。はい。で、こちらが本日使用したソフトやプラグインのリストになります。で,ですね。えっ、ー、と、ミュージックエコシステム様のウェブサイトで私が執筆させていただいたバイノーラル再生とソファーがもたらす未来の記事もご興味があればご覧ください。そして、えー、ジェネレックのオーラル ID ですが、ト、えーとオブテン関数の個人適用の民主化とも言える 非常にチャレンジングな試みだと思いますが昨今の AI であるだとか機械学習技術の発展に伴ってこういったアプローチはどんどん進化していくんじゃないかというふうに思っています特にこれまでのダミーヘッドマイクはですねヨーロッパの男性をモデルにしたものがほとんどでアジア人であるだとか女性や子どもは実際とは乖離した東部伝タス関数のバイノーラル音声を聞いていたんじゃないかというふうに思います オーラル ID のような個人適用型のアプローチが広まっていくことで、そうしたアンバランスが解消されることを期待しています。ごご聴どううもありがとうございました。